はい、いつもありがとうございます。はい、豊さんからご依頼です。クロームブラックですね。はい、ようやく入荷しました。はい、4つですね、合計ね。はい、ちょっと入荷が遅れてしまいね、申し訳ないです。よいしょ。あのバスケのね、中国から来てる荷物もあってちょっと大変でした。まあ、自分で通関やっちゃった方がね早いんで。はい、で荷物が受け取れない感じになっちゃって遅れました。あ、パックなんだね。あ、マグホットパック。あー、なるほどね。はい、まあマグホ見ちゃいましょうか先にね。こっちですね、裏か表か、せーの、よいしょ。お、オルカビュラ、はい、ワールドシリーズでもね活躍しましたね。かなりいいです、いい選手。はい、まずはビューラーですね。4枚あるか、あるな、ちょうどだ。はい、じゃあパックの方。こっちはシリアルとかがあるんですよね。クロームカードですよね、ブラックのね。あ、でもマット加工っぽくなってんだ。へえ。はい、ゲリットコール。あー、ちょっと分厚いですね。黒のアセテートを上にやってんのか。クロームあー、なるほどね。はい、ヤンキース、ヤンキース、いいですね。3枚、あ、光ってる。フラハティ3枚、4枚入りですね。はい、これは青く光ってます。75シリの42番、フラハティ。はい、うん、なるほど。はい、200個目。箱はこれいらないですよね。コンパクトにした方がいいですよね。あ、あの発送どの道、明日、今日もう発送締め切っちゃってるんで明日になります。もし追加等あったらね言っていただければ。こうかな、せーの。お、ゴールドメドウズだ、レイズ。うん、活躍しましたね。37の50。さっき、あ、違うね。これインサートオートかな、スーパーシグネーチャーなのかな。あ、スーパーフューチャーズなんか。はい、メドウズいいっすね。彼もまあ、あれ、ヤンキース、あれ、メドウズ初めどこだったっけ。メドウズどっか近かったよね、ボーマンはね。はい、でパックのシリアルは一つ出るんですかね、パックの方は。よいしょ。はい、アレナード、おルーキー、あ、ダスティンメイ。うん、これはこれで光ってる。ヒメネス、こっちか75シリ、青ですね。あー、リフラクターがこうなんだね、全体。この、ここと、まあ、いわゆるホイール加工になってるところが光ってるんだ。あー、綺麗ですね。で、ルーキーはダスティンメイでした。はい、結構注文ね、さっきちょっと、6時前ですね、アップしたので、パパパッと結構注文入って、アメリカだと250ドルぐらいしちゃってますからね、これもね。こうか。はい、せーの。うん、ジェフ・マクニールだ。あー、今年
初めて見たかも。去年はちょいちょいね、いましたけど。はい、ジェフ・マクニー。ニューヨーク系が多いな。ニューヨーク、ドジャース。まあ、有名なね、ところだとね。レイズは今年よく頑張りましたよね。デザインがね、ちゃんとしてていいですね。はい、ゴンソリン、ルーキーです。ドジャースのピッチャー。あ、カーショー。あ、ドジャースが多くなってきた。せーの。よいしょ。あ、タティス、普通に光ってるだけ？ですよね。あ、それが199。1箱目、2箱目は75、青パラなんですね。で、199。西海岸と東海岸ばっかりですね。で、4つ目。まあ、初ブランドですからね。オンカードだし。はい。こうですね。はい。せー。よいしょ。あ、ゴルシミ、オレンジだ。あ、25枚限定です。6-25ですね。オレンジ。はい。3つ開けて、まあ、シリアルオートが2つ。2分の1ぐらいってわけでもないのかな。どうなんでしょうね。オレンジ来ました。ゴールドシュミット。まあ、選手的にはね、現役系の中では全然当たりですよね。まあ、ビューラーももうネクストですからね。もう、まあ、どんな選手もそうですけど、怪我さえしなければ、彼はそこそこ行くでしょう。ゴルシミはもうね、いい選手ですから。ディボ。かっこいいな、これ。お、またルーキーだ。はい。フラレーね。ルーキー、ルーキー。で、最後は、せーの。お、ルーキーだ。ソラック、3枚ともルーキーでしたね。これ、グリーンだな。99シリだ。はい。ということで、パックの方のシリアルは、75、75、199、99。という感じになりました。199が1枚しか出なかったんですね。ルーキーもね、後半追い込んで枚数出ましたね。はい、で、サインの方はビューラー、メドーズ、マクニール。マクニールはちょっとね、うん、今年初めて見たな。で、ゴルシム、まあ、スター選手、現役スターの中ではかなり上位ですからね。メドーズもこれからですから追いかけるタイプ的にもね、かなと思います。はい、結構いいですね、やっぱりね。カードもかっこいいし。どんなんだろうと思ってね。ただ、クロームを背景ね、黒くするだけなのかなと思ったら、ちゃんと考えてますね。普通のクロームよりちょっと分厚いんで、これアセテートみたいなフィルムを貼ってるんでしょうね。これ、加工。で、このホロのところだけ。加工してあるところだけが光る。なかなかよく考えますね。ほら、この部分はね、光らないんですよ。この中の部分だけが光る。あとここね、ホイールの部分だけ。裏もいいですね。かっこいいですね。成績もちゃんとあって、で、みんなね、サインもその指定されたところにちゃんと書いてますもんね。はい、ということで、はい、発送は明日ですね。明日はね、3時半ぐらいには山本さん来ちゃいますんで、まあ、それまでに追加していただければ、同梱可能です。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。